普段休みの日に、まあ、友達と食事を楽しんだり、あとは時間を見つけてバンドの練習をしたりします。ドラムをするときはやはりリズムを壊さないこと、あとは盛り上げるところとかを気をつけながら演奏してます。木業とはお念仏をお唱えするときに唱えやすくする仏具です。ライトアップ期間中、お坊さんが木業を売ってお念仏をしておりますし、法話もしております。11月3日4日に私が所属するバンドが演奏をいたしますので、ぜひ見に来てください。